戦12レースの S 級準決勝、はい、最後の組を迎えます。友達の会3日目準決勝最終レース12レースは1周 400m のバンク5周 2025m 対戦メンバー9選手が出走して行われます。平から全然3連覆で、また最終レースの時間帯から雨が降り始めました。本降りとなっています。これ平から決勝に乗っかってあのグラブの蹴り取るとあれ神山に並ぶのかな、神山を越すのかな、あのグランプリの出場回数。ではメンバーをご紹介します。いやーあの当時の神山五冠、武田平原 の黄金期を支えた一人だからね。ぜひとも4番福島佐々木雄一、もうあのグランプリの出場松浦雄二記録6番行くのか並ぶのか分かんないですけど、まあ頑張ってもらいたいです。7番福島渡辺幸則、8番福島小松崎太一、そして9番は三重浅井光太、ちょっと、以上の9選手が出走します。決勝戦進出へ松浦、あとは3つの椅子が残りました。勝負のポイントが何度も訪れそうな今日の準決勝5番松浦雄二、犬伏修也の後ろ回りとなっています。瀬戸内犬伏も最近あの長い距離踏めるようにね、最初のデビュー時そして一昨年の覇者、まあ、SK には来たけど今日は天貝和樹を目標として関東のやっぱまくりとかましが多いよね。12レース S 級準決勝スタートしました。はい、前を取るのを珍しい、ほぼ横位置です。スタート牽制入った、どのラインが前かというところピタリと止まりましたが、犬口が前取ってさ突っ張り先行しちゃえばさ結構なんか俺持ちそうなんだけど、そうでもないのかな。出ました浅井、そして5番松浦雄二2番手です。6番の天貝和樹が3番手となりまして、関東勢は中段後ろからのまずは競争となりそうで、さあもう2番の平原浩太今4番手、直後は7番渡辺幸典、3番寺崎浩平、是が非でも平原君来てほしい。1番の犬伏修也が現在は7番手、誘導員は最近なんか俺が買うとただ一人ホームストレッチに帰っていた9番浅井浩太が、今回本命じゃないんだけど平原なんか俺が買う選手はあの車検は全部買わなくていいんじゃないかっていうコメントがありましたので、後続が少しずつ追いついてきまして、2周回目にコーナー回って再びバックストレッチへと入りました。かなりの牽制から脱走機離れ、今回は、ね、出た9番浅井浩太に3番寺崎浩平が前に出ていって中部近畿が先頭2番手、俺が買うといつもこうだよ、その後中断を終えたのは中四国の2人です。コメントもいただきましたけど、いや別に犬に5番の松浦雄二、ああいう動画を作りたくてあのやってるわけじゃないんでね、できればね当たりましたっていう動画を作りたいんですけど、大体俺買うとなんか大きいんだよな。そして北日本からは福島3人がこの準決勝戦ラインを組みまして、後ろ攻めに7番手から8番小松崎太一、まあ、このレースはもうさすがにさあの俺平原が辛かったけど、やっぱり犬吉とか松浦とか浅井、まあ、福島ラインの上昇、まあ、その辺でしょ、8番小松崎やっぱ持ち出していって関東勢を通過、 そして中段中四国の犬伏松浦の外へ車を並べてきました。前受けは中部来たら俺も本物だね。9番浅井浩太残り2周回、もう本当逆髪と呼んでほしい。6番天貝は現在4番手の外、1番犬伏8番手仕掛けようとしているが先攻め関東勢、天貝平原で出て残り1周半、しかしジャンで犬伏が上昇し先行体制は天貝と犬伏力比べになりましたが、外平原も口開いてんじゃん、天貝のダッシュ2番平原遅れを取っていますが、さあ中四国2人犬伏と松浦、天貝が3番手から2番手飛びついて松浦の位置を狙ってくる、平原浩太はこの時5番手バックストレッチに入りまして3番寺崎が中段まくりを放ってくる、天貝はいっぱい中四国勢を肉薄する3番寺崎、そして2番の平原、さらに後ろから8番小松崎太一がものすごい足を追い込んでくる、前は3番寺崎から松浦、外から小松崎、渡辺幸典3人広がっていく、8番小松崎か7番渡辺幸典か、俺の平原君は前は福島勢7着ぐらい、そして1番犬伏修也3着粘り込みました、何小松崎太一のまくり追い込みに、もう全然話になってないんですけど、渡辺幸典両者のゴール勝負伸び比べ俺が買うといつもこうなの、
静かに。これだってワンチャンあるでしょ、平原三着、ここの場面では。いや、ないか。ないな、これ上行かれて。次世代を狙う。いや、全然車も出てない。2人の攻防をキャリアで粉砕しました。8番小松崎太一と7番渡辺幸則。87、福島両者の1着争いはどうでしょうか。その後3着には逃げた1番犬伏優也。8番の小松崎太一。準決勝勝利。これ一応ラインだけど、これマンシュだね。そして2着7番渡辺幸則。待望の G1 初決勝となりそう。7番渡辺幸則。そして3着に1番の犬伏優也。もうちょいあるかな。いやでもラインだもんな、一応な。8、7で。福島ワンツー。レースの決定までもう少々お待ちください。なんなの、ほんと。いや小松崎おめでとうだけど、平原くんどうした？選手たちが関東門へさあ戻っていきました。平原こうたと横断幕出てるのがなんか寂しく見えてくるけど。レース振り返っていかがでしょう？もうこれちょっとスタート。マジか。困りましたよね。長い牽制でしたね。最終的に犬伏が逃げる。いくらつけるのこれ？寺崎が俺の平原全然一瞬で終わり、一瞬ではないけど。早めに終わったよね。天貝のと口に口が開いた時点で、だいたいあれで、いやーでも昔の平原だったらな、うまいこと切り替えて、なんだか、まあ昔の平原だったら口開かねえか。3着、1番。871だね。引き続きまして、つうか、吉井さん、相変わらずの口調で面白いっすね。枠番、のどかで、ね。2連勝複式5623万？なんだよ、俺が買うときいつもこういう欠陥なんじゃん。なんなの？何？選手は俺の車、俺が買った車検見て走ってんの？マジか、これ。87って数字だよ、これ。もろ数字で何？二車単でも1万7000あったんだ、これ。8番、まあ、あるよな。買わねえもんな、こんなの。あー、時間もうなんなの、ほんと。毎回これだよ、俺が買うと。ワイド、7番、8番、2030円。お疲れ様でした。1番、8番、2640円。どうしようかな。決勝も買うけど、もう疲れたな。それでは皆さん、決勝楽しみましょう。